豪華サプライズ括弧鹿児島編総編集始まるでー。後半に鹿児島プレゼント企画もするから最後まで見てなー。チートバッグの商品デビューをしたいと、他摩擦を呼び出したゆう。ここから豪華サプライズの旅が始まったらしいんや。知らんけどバッグレビューするぐらいやったら、ちゃんと2人分、3日分ぐらい入って、なお持ち運びどうかなってテストもしないと、やっぱり。確かに。見せるために。必要やけど。家で言えるだけでよくない？いや、リアリティはやっぱりいるから。買う必要ある？そら、だって。どうか試さないのか。しかし商品紹介をするというのは全くの嘘で、真の目的は他摩擦をサンフラワーのフェリーに乗せることやってんで、むっちゃサプライズやわー。プププププここで紹介して、あ、前まで行ってね。どういうこと？怒られたくない？普通に怒られた、怒られた、普通に怒られた。お前らふざけんなって、ふざけんなって。まあ、今回ね、バッグの紹介なんてしてる暇はありません。今回九州に行きますこのまま。ということで、はい、準備してください。どういうこと？ほんまにどういうこと？九州行きますんで、今から九州に旅に行くというお仕事が来たんで、あの、我々九州に行かないといけないっていう。それの紹介じゃないん？そんなやつおる？これ紹介するためだけにわざわざ外出るやつおらんって。もう九州行くからね。あれ、固まってるよ。部屋も見てみー、むっちゃいい部屋やろー。こう、機嫌がいい時は投げ飛ばしても。No problem. サンフラワーのフェリー内で一泊して早速、鹿児島の旅一日目や。鹿児島の空気、Delicious. もしかしてガジュマル？これ。これなんかガジュマルっぽくない？ガジュマルなんかな？でもガジュマル？あ、ガジュマルちゃん。ガジュマルっぽいで、マジで。え？ガジュマルっぽいよな、普通に。これ押しボタンやの、誰が押したんやの。え不思議や。押しボタン、不思議やわ。不思議やな。あ、普通に浜辺ある。あ、あるな。え、めっちゃ綺麗。おお。あ、あ、これちゃん、桜島。ほんまや、ほんまや。海割れた今。鹿児島名物の桜島も見れて大満足やで。立派やな。関西にこんなでっかいないから感動したやで。お次は鹿児島の名物のカンパチ丼を食べに行ったで、控えめに言って最高やった。先端北緯31度モニュメントに行きたいと思います。あそこまで行ったらなんかちょっとライダーの証みたいな感じやんな。北海道にもあるもんな、そういうやつ、うん、やっぱり先端やわ。最高じゃない？多分ずっと海沿い走れるかもしれへん。海沿い走れる脚光とか言ってたけど、結局はグーグルさんの好きそうな道走ってんで。旅の時ぐらいマジで綺麗な道を案内してくれ、ほんま頼みますで。ガチかよ。マジ？お、急すぎやろ。やばいんやけど。はぁ、ほんまに急すぎやろ。え、みんなこんな険しいところを登って行ってんの？マジで？これではないか。これ、おっとこの看板が、こんなにでっかくあるんですね。よく見る看板や、これが。これですね。スタンプはまだこっちなんですよ。しかもトイレがなかったからさ。さっきトイレがトイレ。そうや。夜かと思ったら、今みんな、うん。今みんな夜かと思ったけど、やっぱさっきトイレ。はい、とりあえずトイレですね。そうですね、着きました。トイレ最難関です。最難関のトイレです。なんか立ってる。佐多岬の次は本日のお宿に向かうで。本編ではもっと道の駅やったり道の駅やったり道の駅にも行ってるから、気になる方は本編の動画も見てみてな。この動画めっちゃはしょってんねん。全部一番のやつやできる子やん。え、ということはめちゃくちゃいいホテルじゃない？そうちゃう？マジ？なんなんか俺見てへん。めっちゃテンション上がってきた。どんな部屋かは見てない。これっぽいな。これっぽいな。リブマン、リブマンマックスソルト。ついたわ。ついたよな、これ、うん、多分。何これ。部屋やば。でか。何これ。やばくない？ここはすごい。しかも待って、はしごついてんねんけど。え、やばい。何これ、上行けるし。はしごついてるよ。
すごいお風呂までついてるし。おはようございます。おはようございます。二日目でございます。鹿児島二日目。鹿児島二日目の朝やで、桜島の火山灰でおバイクが真っ白けやー。すごくないほら。超、もくもく出てんで。いや、昨日あれの攻撃を受けてスクリーンが真っ白になってた。すごいな。そこも結構白いな。うん、しかもカメラも GoPro もなんか、ホテル着いた時見たら真っ白になってたから、映像がどこまで普通に撮れてるかわからん。ずっと真っ白かもしれん。やばいな。これ火山灰や、絶対。うわ。絵描けるもんな。嫁姑め問題やな。埃が残ってます。ちゃんと掃除できてるの？真っ白のバイクで向かった先は道の駅やな。今回の旅でいろんな道の駅や観光名所に置いてあるスタンプラリーもしていってたから、むっちゃいろんな道の駅に寄ったんやで。時給やん。お前時給600万円な。やばすぎや。この人もう1ヶ月だけ仕事したらもうあといいやん人生。やった次めちゃくちゃ雨やってな。そうなんすか。うわめっちゃ雨やってな。どこの家ですか。中グッズが置いてある空の家に行くことになったんやけど、ここでまさかの玉札が財布を持ってきていないことが判明。サプライズ旅やったから何も持ってきてないんやで。それはそれで困ったな。あ、この回のコメント欄で免許証は持ってきてますかってコメントをもらってたんやけど大丈夫やで。アイクとセットで常に持ってんで心配大きいやで。旅やって分かってたらほんまに持ってきてた。すごいな。うちさ、鹿児島まで0円で走ってきてんねんで。そうやな。一応さ、多分小学生でも500円玉ぐらいは握りしめていくやん。まあ小学生でもおやつ代ぐらいはな、持っていくからな。財布すら持ってこへんかったってすごない？すごいな。これ一番あかんタイプやって言われてるな。なんか財布を持ってこない女ってやつやもんな。先行ってってかな、多分。行ってってことですね。ありがとうございます。好き大好き。チャギアンでますか。チャギ大好き。あれなんか今手挙げた。あ、お礼の仕方今練習してた。練習してた。何それなんかあんまスマートじゃないなと思って。ああ、横横横がかっこいいで。え、横ってどうなん。チャリンコの人がよくやってる横横やって。え、やって。ああ、これか。うん、そうそう、角度ちゃうわ。だから自分やったら寿司三昧。あ、これか。寿司三昧。寿司三昧。ここに回る。え、これは違う。宇宙空間研究室あった？あ、ほんまほんまほんま。突然あんねんな。突然あった。耐えよう。このドームの方が建物かと思いきやトイレかな。宇宙ショップに到着したなー。宇宙グッズだけじゃなくてご当地のジュースや食べ物も売ってて、店内もむっちゃ可愛いお店やったでー。かすかに聞こえる店内 BGM がはるちゃちゃんが流れてるってとこでもうおしゃれな雰囲気伝わってるやろー。ここで宇宙食アイス買ったんやけど、味は何というか二度は食べたくないような味やったなー。でもいい経験になったでなー。大きにやでー。寿司 on my 12時13分からちょうどいいやん。まさしくお昼ご飯みたいなタイミングでお昼。いやー、さっきのところでさ、あんま焼き芋売ってて、誘惑に買った。あと回転焼きもなんかさ、もちもちの生地で焼きましたっていう、なんか回転焼き、もちもちの生地で焼きましたって誘惑じゃない？そうなの。あれにも買って、今からうなぎを食べます。これはしらす丼にしようかなと思ったけどな。5000円のうな重頼んで、うな重どうする？さ、食べてる人おるから、わかるよ。あ、そっか、見ながら。うん、そうそうそう。なんか関西人そういうの多いらしいで。それはだって参考にしないと。やっぱり心の強いおばちゃんやとそれ美味しいって聞くねんって。俺あるわ、聞かれたこと。それ私はちょっと試してみたいと思ってて前から。どう？味どう？みたいな。あれよな、うん、私毎回ちょっとそれ試してみたいと思ってたよ。それほんまにあれどう？味どう？美味しいの？あ、そうなの？じゃあ今度食べてみようかしらね、これ。あ、そうなの？私ね、いつもね、怖いから同じやつばっか食べてたけどね。あ、これ美味しいの？じゃあ今度食べてみようかしらねってなったことあるわ。ほんで、ほんまに関西のもう喋る量、喋る量俺 2% 向こう 98% ぐらい。勝て勝て勝て、うなぎなきゃうなぎなき。嘘、書いてたん？間違えたんちゃう、この人道。え、越えてたん？うん、越えてるで、前に。え、この人曲がっていった。え、前の方、今うなぎの駅って向こうに越えてた。普
通に U ターンしたい？あ、普通に U ターンしたいな。うん、すぐアホみたいなとこ行くよこれ。すぐアホみたいなとこ。そう、あそこ登りなさいってなってんね。ああ、それもアホみたいな。だってもう登山家が登ってんもんな、うん、あれ。登山家が登ってん。どう考えても。あら、下手くそね U ターン。一回でできなかったの、チミは。チミは一回で U ターンでき、ああ下手くそだね。あれ煽ってくれよ。ネタでわざと道を間違えてるってよく言われたりするんやけど、ネタでも道間違えたくないやで。できるだけスマートに動画撮影したいんやで。もう動画投稿しだして 4,5 年は経つんやけど、いつになったらスマートに走れるように何年誰か助けてくれー。あー、食ったわー。おいしかった。ということで、むっちゃはしょったんやけど、鹿児島はこんな感じで最高の旅になったでー。もっと詳しく見たいよーって方は、鹿児島の旅をまとめた再生リストを作ったから、そこから見てみてなー。この読み上げ機能苦手な人もおると思うけど、最後まで付き合ってくれて、大きにやでー。今は旅行というか外出することも、なかなかできないと思うけど、落ち着いたらまた鹿児島やいろんなところに旅行行きたいなって思うでー。その時はまた動画にするから、ぜひ見てみてなー。ほな、プレゼント企画の説明に入るでー。ネタキーホルダーとしてな、とはもう手続きを済ませて、はい、済ませて乗っていきたいと思います。そしてフェリーのトミカを買います。買います。楽しみですね。楽しみです。来たよ。来た。さよなら。カゴツマ。最後まで動画見てくれてありがとう。じゃあプレゼント企画の説明を始めていきたいと思います。お土産は全部で3種類4名様に当たります。ちなみに4種類ありますが、応募してもどれが当たるかは不明でございます。ランダムですね。ランダムでございます。応募フォームは概要欄に記載の URL からよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。毎回のことですが、応募フォームの住所、氏名など応募に必要な発送先情報は間違えずにご記入くださいませ。間違えたら届かないかね。はい、よろしくです。ついでに2020年にランページモンキーが出した動画で一番好きな動画を教えてほしいです。こちらも応募フォームに回答する場所がありますので、その中から選んでください。抽選の結果発表は2月6日土曜日6日土曜日YouTube の生放送にて発表されます。その際、都道府県、住所の都道府県の部分のみとニックネームが呼ばれます。お楽しみに。メンバーシップの人は非公開ステッカーのプレゼントも同時開催しますので、ランページモンキーメンバーシップに加入の方は限定コミュニティを確認してください。してください。それでは以上、お土産応募方法でございました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、グッドボタン、コメント、コメント、グッドボタン、高評価とグッドボタン、共通のものである。終わりー。終わりー。